コメント、質問いただきました。今のコロナウイルスの深刻な状況をどう思いますか？政府のやってることは間違ってるんでしょうか？政府のやってることは間違ってます。なぜかというと、そもそも、武漢で、そういったウイルスがあるみたいな、あった時に、日本政府は、その支那、中国から来てる人を、日本に入れちゃってたんで、もうその段階で、日本に入れないようにするべきでしたね。僕だったらそうしてますし、例えば今、現金給付とか、そういったものを、支給するとかでも、今、支給してないじゃないですか。それはなんでかっていうと、どの人に支給しようかっていうのが、決められてないからなんですよ。で、どの人に支給しようかで、支給方法をどうしたらいいかっていうのを準備できてないわけですよ。で、もしこれが僕が、日本の国のトップ、総理大臣とか大統領、もしくは、東京の都知事とかだったら、僕だったらもうワンクリックで、配ることができてるんですよ。なぜかっていうと、僕はもうキャッシュレス化を目指してますし、ペーパーレス化とかハンコレス化、とか、そういったものを目指しているので、もうこういったことに備えて、僕はやってるわけですよ。まあ一つ、理由の一つとして。なので、もうキャッシュレス化とか、何ですか、生体認証とかも含めてですけど、生体認証、マイナンバーとかもそういうのも含めてですけれども、そういったものが全て連動したシステムを僕だったらもう整えているので、来たるべき時に備えて。なので、何かこういった時に何か支給しなきゃいけない。ピンポイントに、年収いくらの人の層に対して、10万円を配るとか、そういうのもワンクリックでもできるんですよ。でも今の政府できないっていうのは、もうそういった準備をしてきてないんですよ。だからもうその時点で間違えてるんですよ。なのに、日本政府は盛りかけどうだとか、スキャンダルどうだとか、もうクソみたいな話ばっかしてるわけでしょ。僕はもう、そういった来たるべき時に備えて、もうすぐ対応できるように、準備しています、僕だったら。だけど、やってないからもう根本的な話でもう間違ってるんですよ。だから今、どうして対応が遅れてるかっていうと、もうその前の段階で、準備をしてきてないからなんです、政府が。もうそれはもう頭が悪いのか、わざとやってんのか、もう意味がわからないですね、僕からすると。だからもし本当に僕だったらもう、初動対応を間違えないですし、もちろんね、初めての経験だから、もうしょうがないっていうのは、あると思いますし、それは僕もそうだと思うし、今の政府もそうだと思うんで、あれなんですけど、僕だったらもっとうまくやってますし、初動対応をね、だから今の政府は、中国とか、そういった国に気を使って、初動対応間違ってますし、間違ってるっていうか、気を使ってできなかったっていうのもあるし、俺だったら気を使わないし、で、そういった、現金給付とかも、もうそういうのはできてる状態にしてるし、もし今その現金対応とか、そのワンクリックで支払えないような状態だったら、それだったらそれなりに24時間ね、どの人に配るかみたいなのを調べさせて、もうすぐ配れるようにやりますよ。そういうのやってないんじゃないかなと僕は思います。ワンクリックで配るっていうのは、例えば今皆さん PayPay とか、メルペイとか、LINEPay とか、いろいろ、d 払いとか、auPay とか、いろいろあると思うんですけど、そこにもポイントが入るような仕組みにする。そういうことなんですよ。僕だったらそういうふうに、してるし、民間のそういうのを使わずに、もしかしたら、国とか、自治体が、そういった Pay を作ってやってるようにするかもしれないですし、僕がそういう国のトップだったらそういうふうにしてるので、本当に、くるくるパーにね、任せて、本当に今の日本国民って不幸だなと思いますし、いや、地球自体不幸だなと思いますね。僕がもしね、この地球の支配者だったら、もっとね、本当に皆さんを幸せにできるようになって思っております。ということで、以上、後藤照樹でした。失礼いたします。お前ら、愛してるぜ。